はい、こんばんは、FM流振動です。YouTuber さんのね、大物 YouTuber さんのヒカルさんが、まあ本当に、なんていうのかな、視聴者の皆様のツッコミを入れて完成するお笑いというね、まあ新しいタイプのお笑いを、今、皆さんに振りまいていますけれども、まあ新しいタイプでもないか。昔からこういうね、漫才っていうのはありますよね。ツッコミとね、ボケとツッコミが、皆様の目の前で現れてね、やるのではなくてね、こちらの映像の中でボケがあって、視聴者の皆様のツッコミ、過去コメントがあってね、コメントで初めてね、ギャグが完成するという形でね、そういうお笑いを今、ヒカルさんは提供してくれています。で、ヒカルさん、今日ですね、新しい動画を出して、今回の、炎上騒動についての動画を出しておりますね。で、動画見たんですけれども、非常に、ヒカルさんが、なんというか、去年のバリュー騒動と比べると、まあ、非常にその、メディア対応の慣れとかも出てきたのかもしれないんですけれども、もう自らをね、もう自分をもうネタにして、また動画を作り、そしてなおかつですね、相手方の女性に対して、一応もうこれは和解したから、女性の方に対してはね、もう攻撃したり攻めたり、視聴者さんの方からね、そういうことはやめてくださいという投げかけをしていたという点に対して非常に大人対応になったなっていうことで、まあそこは非常にヒカルさんを見直した部分ではありました。ただですね、僕、これね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思うのがですね、去年の、ゲスの極み乙女さんのね、と、ベッキーさんの不倫騒動の時の、やはり、文春法という言葉がね、去年流行った通りですね、週刊文春ってすごい、こう、情報の裏を取るんですよね。なんで、今回、この、僕、ちょっとね、ヒカルさんの動画見て大丈夫かなと思ってたのが、ちょっと週刊文春を煽ってるような内容の発言がいくつかありまして、もう、今回、記事出されたけど、全然自分はもう無傷だったよとかね、こんなのなんでもないよみたいなね。そういうことも言ってたので、あんまりそういう煽るようなことをすると、いや、第2の矢、第3の矢がね、また、放たれてしまうんじゃないかなという意味で、文春法がさらにね、過熱化する可能性というのをちょっと考えて、大丈夫かなっていうふうに、ヒカルさんに対しては心配に思いました。で、まあ、あんまりメディアを敵に回さない方がいいなっていうのは、マスコミね、マスコミはあんま敵に回さない方がいいなっていうのを思うのは、やっぱり相手も仕事としてね、記事を書いている人間なので、なんていうのかな。あんまり、だから煽ったりすると、今回放たれていなかった以外のね、それ以外の情報源もさらにこう、探られてしまう可能性というのがね、残っているんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、ヒカルさん個人がね、まあ、僕は無傷だからとかね、僕はもう日本中のね、どんな人からも、表も裏も見られてるんだっていうふうに言うのは、まあ、個人の自由なんですけども、やはり、これって、まあ、必ずもう、こうやって人前に出てね、有名になると嫌なんですけども、家族であったりね、身の回りの友人とかに対しても、そういう被害が及んでいくようなことっていう風になるんですよね。これってすごい、すごい嫌ですよ。僕もそれをやってくださいって言ってるわけじゃなくて、それを進めてるわけでもないんですけども、まあそれがね、ちょっと、どうなんだろうっていうのがね、非常に思いますけど、まあ、現状ではだから、あんまりラファエルさんもね、週刊文春に乗りたいみたいなことを言ってたんですけど、まあ、それはね、ラファエルさんはいいと思うんですよ。もう、自ら乗りたいと。自ら有名になりたいって言ってる人なんで、まあ、どんなスキャンダルでもね、文春さんの方で、拾ったらいいと思うんですけど、ヒカルさんに関しては、ちょっと今回懲りたのであれば、まあ、あんまり煽らない
文春はね、文春をあんまり煽らない方がいいんじゃないかなっていうのは思いました。はい。まあだけどやっぱり非常にそのこれね、 YouTuber としてはどういう態度でね、その動画を出すのが正解なんだろうっていうのはね、結構僕も考えてしまいました、今回は。その要するに俺なんか記事にしたって痛くも痒くもないから、その記事にしたって無駄だよっていうようなねことをアピールした方がいいのか、まあ遠回しでね、遠回しでもう記事にしないでねってことなんですけど、それってもしくは思いっきりねうろたえたり、そのそこでこうメンタルをやられた風を装って YouTuber としてはそこで注目、その動画の方ですよね、 YouTuber の動画の方、チャンネルの自分の動画の方に注目を集める風に持っていくのかっていうことに関しては、その自分の考えとかね、感情とは抜きに、その YouTuber としてはどういうのが正しいんだろうっていうのを考えてしまいました。で、まあヒカルさんもラファエルさんもその平気でね、その複数の女性とね、まあ関係を持つのもやぶさかではないみたいなことを、ああいう発言していて思ったんですけども、もう自分で自分のことをもうアイドルだと思ってんだなっていうようなね、そういうその価値観の違いというのは僕は非常に感じましたね。で、これはね、やっぱり結婚してる人だったらありえないんでしょうけれども、逆に言うともう結婚する気がないのかなとかね、ヒカルさんとかラファエルさんはもうそうやって一生その女性をね、とっかえひっかえしながら生きていく、そういうその人生に対するイメージがあるのかなっていうふうに思ったんで、まあそれはそれで、個人の生き方としてありはありというかね、そういう選択を選ぶのもありだけれども、これ視聴者さんはあんまり勘違いしない方がいいんじゃないかなっていうことを非常になんか思いましたね。これは特定の人だけができる生き方であって、もう一般の僕たち、私たちで言うと、もうそれによってやっぱり非常に人間としてのね、信頼感であったりね、その人間関係も崩壊するような出来事なので、外からね、やんややんやこう言うのは別に言ってね、もうテレビの向こうの世界だと思って、自分とは関係ない世界だと思ってね、それについてどうこう言ったりやじを飛ばしたりするのはいいんですけども、私たちのこの現実世界でこれやったらもうアウトだよっていう、人としてね、人としてアウトだよっていうようなところはの線引きはちゃんとした方がいいのかなっていうふうに思いましたね。やっぱりヒカルさんはそういう意味ではあんまりその罪悪感っていうのをもともと持ってない方なんだなっていうのは非常に僕は思いました。なんていうのかな、法に触れてなければいいみたいなね、そういう論調だったので、いやいやいや、人間生きてくね、社会生活を送ってく以上は、法に触れてなくたってやっぱり倫理観をのね、を外してはしまってはまずいんだっていうことは僕は思ってるんで、まあその倫理観がなくなってく原因っていうのが、まあもうそういうものがなくても YouTuber として生きていけるっていうね、その、なんていうかな、ある意味、まあ YouTuber としてのこの自分のね、この、強み、YouTuber として自分の独自の立場を持っている強みを得た人の、独特の価値観なのかなっていうことは非常に思いましたね。これリアルの人間関係でこういうことやってる人がいたら、うわ、普通にこういう後ろ指刺されたりとかね。で、やっぱり、その、飲み会にも誘われなくなるとかね。友達がいなくなるとか、そういうことじゃないですか。そういう風になってくんで。まあだから、非常にその、やっぱりこの前も前回もこのヒカルさん関係のことで話させてもらったんですけども、非常にその YouTuber というもののイメージっていうのが、芸能人的なね、スターであるとか、売れっ子の芸能人みたいな、イメージを本人も自分に対して持ってるし、周りの人たちも、その YouTuber さんに対しても思ってるし、そして週刊文春にこういう記事が載ったりとか、アバンティーズのエイジさんが亡くなった時にもニュースに載るみたいな形で、だいぶその YouTuber というものに対する社会的なね、その印象というのが今、ここ数年でだいぶ変わってきたんだなっていうことを、が非常によくわかるようなね、今回ニュースだったかなっていうふうに思いながら、このニュースを見ていました。はい。
まあ、あのくれぐれもですね、ヒカルさん第二の矢、第三の矢、ね、週刊文春持っている、いそうな匂いがあるので、まあ、あんまり行きがりすぎない方がいいかなっていうことは個人的には思っています。はい、まあ、あんまりね、こういう、人気商売なんでね、こういうことで印象が下がると、やはり、非常に今後の活動に影響が出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、ヒカルさん、ぜひとも気をつけてほしい。気をつけた方がいいかなっていうふうに思ってます。まあ、ね、春の晩祭りであるとかね、去年で言うと、みんなで、チャンネル解除祭りとかね、そういう、その、皆さんの、こう、ヘイトを貯めすぎると、あまりいい結果にならないっていうようなことが、もう YouTube 界でも常識になってきてると思うんで、最近で言うとメグインさんのね、社員さんの騒動なんかもそうですけれども、引退といいますかね、退社騒動もそうなんですけども、やはり、視聴者の皆さんの、やっぱり、こう、印象のいい悪いっていうのは、めちゃくちゃ、いろんなところに影響してくる部分があるので、そういうものをうまくね、コントロールして、する手段をね、ぜひともね、鍛えていってほしいなというふうに思います。はい。まあ、僕たち、底辺 YouTuber にもね、何か学べるような、そういうその、シンキング的なね、部分があったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、ありがとうございました。